はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。はい、なぜか2人一緒に映っておりますが、はい、同級生コンビってことでね。同級生コンビ、はい、自己紹介しましょうかね。はじめちゃんです。はい、はい、トメアンです。はい、はい、こんばんは。この2人なんと同級生でございます。同級生なんですよ、ね、で、今日なんかおすすめのなんかデートスポット、読谷、はい、の読谷のという形でっていう形なんですけど、どこかありますか。まあ、自分は個人的に行くお店がありまして、はい、まあ、ラジオ終わってから行ったりする居酒屋がありまして。居酒屋、はい、茶菓子屋っていう。あ、茶菓子屋さん。自分のね、1個下後輩が店長。あ、1個下ですね。でやってる居酒屋なんですけど、もう自分のもうホームと言っても過言ではない。ホームですね。でもうカウンターの隅っこで1人飲んでるっていう。でそこで、まあ、あの、まあ、嫁さんとも行ったことありますし、はい、結構あの雰囲気的にもね、カップルに向けてはいいお店だと思います。そうですね、はい、確かに。なのでどうぞ興味のある方行ってみてはどうですか。ちなみに独占の席っていうか、まあ、常にこの席にいるっていう席はあるの。あ、もうカウンターがあって、カウンターが8名席ぐらいあるのかな。そういうの一番端っこ、右端右端にこっちから全部お店が見えるんで。ああ、なるほど、ね、カウンターはね、そう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 、見えるっていう形のね、ものなので、ね、まあ、ともやん席になってるという形です。気持ちいいです。はい、で私がですね、はい、まあ、以前取材したお店でね、マジェンタグリーンさんで、ね、インスタ映えが、ね、とってもよくて、女村にもね、あの、まあ、支店というかいう形で、うん、とっても人気なお店なんですよ、女村では。で、読谷村にもここ最近できます。はい、そこはね、もうインスタピンクのインスタ映え、映えバッチリ。もう女子連れてったピンクのピンク似合わないですね。僕は似合わないかもしれないけど、もう女子連れてったら、あ、もう男性の職務みんなもう大丈夫。一コロ、もう一コロ一コロで、また祝日、うん、あ、同日祝日っていう形でね、お休みの日に空いてるお店なので、あ、もうありがたい、気軽に行っていただきたい。大喜利ありますので、ぜひよろしくお願いします。します。以上、はじめちゃんと、はい、トムヤンでした。バイバイ、さよなら。はい、どうも。はい、あじめちゃんです。はい、まあ、読谷のデートスポットって急に言われてもあれだったんですけど、どこあります？あ、僕さっき言ったんで。あ、ぜひ教えてください。僕がおすすめするデートスポットって言ったら、やっぱ戸口の浜ですかね。戸口の浜？戸口の浜になんか、ちょっとだけ削れてできた岩の塊があるんですけど、うん、どっかの離島、あ、渡嘉敷島だったかな、違うな、どっかハートマークになってるところがあるんですよ。あー、ハート岩みたいな。あれが今からね、多分徐々に波で削れていってハートになっていくんじゃないかなっていう勝手な好奇心があるんですけ ど、 なるほど。それを皆さんが毎年来て、それを少しずつハートになっていくのを眺めていくっていうのもなんかいいんじゃないかなって。あ、で、時間帯はどんな時間帯？ないっす、もう常にない。あ、いい時間帯ですか、うん、やっぱ夕方ですね。夕方、うん、まあ、サンセットが落ちる。夏だとやっぱ7時ぐらいじゃないですか。7時ぐらい、うん、で、まあ、車で、そうそうそう、彼女連れて、彼女連れて、まあ、ビール持ってってね、あそこで、そうそうそう、まあ、帰り歩いて帰るみたいな。おお、いいんじゃないですか。いいですね、うんうん、で、まあ、それ以上は、それ以上はダイソーとかですかね。暑くなってきたよくわからないんですけど、はい、はい、じゃあ、まあ、そんな感じで、はい、はい、まあ、おすすめということですね、はい、じゃあ、はじめちゃんとはじめちゃんとなおと、はい、なおとのお二人で、はい、デートスポットでした。はい、ありがとうございました。